高身長イケメン真夏は外出禁止の処置チャス。今回ですね、夏のイケてるコーデ全部紹介しちゃうぜルックブック。今回の動画では164センチの僕がですね、実際にコーデをねたくさん紹介していこうと思うんで、よかったですね、夏のコーデ一体何着たらええねんとか、低身長で何着ても似合わへんとか悩んでる方はですね、ぜひですねこの動画を参考にしていただいて、コーデを作る際のねヒントにしていただければ幸いです。で本編前の紹介、せーの、領域展開ちゃんちゃん。ルックブック1コーデ目はこちらです。小森のホッケーティーにシウのねデニムを合わせて、サンダルがプラドールのレザーサンダルを合わせました。これはねネイビーのワントーンで合わせて、シューズもねブラックの、ね、レザーで引き締めるという大人の夏スタイルって感じですね。ただね、まあ長袖なんで外ではしゃぐというよりかはインドアでねデートする日に、まあ、着ていきたいかなと思いますね。僕はまあ主にカフェで仕事をしてるんで、カフェってね夏ばっかり寒いよ、冷房効きすぎて、まあ、そういう時にねこういうコーデが非常にね活躍するなと思うし、カフェってね店員さんもお客さんも、まあ、可愛い人多いんで、そういう時にねこういう服をね着ていければモテるんじゃないでしょうか。はい、このねネイビーワントーンコーデ非常にかっこいいです。じゃあ着替えていきましょうか。はい、続いてはこちらです。バトナーのニットディーにウィムのスラックス、そしてレザーサンダルをね合わせてみました。下にね、まあ、グレー系のオリーブを入れて、上がねブラウンで、でこのアースカラーだけだとカジュアルになりすぎるんで、ブラックのねレザーで引き締めました。これはね大人の余裕のあるコーデで、色気がねあっていいよな。なんかこういう濡れ髪パーマスタイルにダークブラウンを合わせるのってさ、なんか色気めっちゃ感じるんだけど、どうかな。めっちゃこれ割とお気に入りのコーデですね。まあ、これを着てね、まあ、彼女と明治神宮へデートみたいな、パワースポット巡り一日を充実させようみたいな、その雑誌のコーナーで見られそうなこのコーデ、いやなかなかねお気に入りです。一応こっちに行ってるのはミラーがこっちにあるんでね、自分の姿を見てねかっこいいなってね思ってました。やっぱお気に入りの服とかね、お気に入りのコーデをね着ると、なるんだ、自分の自己肯定感アップしていいよな。逆にでもなんか今日なんか違くねって思った日って自己肯定感めっちゃ低いよな。服好きあるある。いやなかなかやっぱいい服は着るとテンションが上がるっすね。じゃあ次。はい、続いてはこちらです。スキッパーシャツとねカーブパンツで合わせてみました。モノトーンコーデですね。このコーデを嫌う人なんてもう誰もいない。この前ね女友達のたまちゃんも言ってたけど、白軍配に関してはねあんまメンズの洋服が分からへん女性でも、まあ、分かりやすくおしゃれなんで、あの女子受けもいいんじゃないかなってね言ってました。なんでねそれを意識してコーデを組んでみました。トレンドのねスキッパーシャツと合わせて、このスキッパーシャツもね低身長に作ってるんで、着丈がねなかなか短いですよ。でパンツいつもね低身長に作ってるんで、やっぱねサイズの合った服を着るとスタイルがねよく見えてかっこよく見えるんで、本当にねこの2点のアイテムは、まあ、164センチ僕からすると S サイズねめちゃくちゃぴったしで超お気に入りやなって思っております。はい、まあ、白は白でもね結構きなりっぽい白なので、どんなねこういう黒と合わせても全然ね問題なく合わせられるんで、よかったですね。白いパンツ欲しいけど真っ白はむずいなと思われてる方は、こういうね少しきなりっぽい色を選んでで見ることをお勧めします。はい、続いてはこちらです。白いカーゴとグレーのねカートソーで合わせました。この組み合わせも好きっすね。うん、まあグレーと白ってさ本来合わせると薄すぎてコーデむずいんよ。ただこのグレーも木グレーで、まあ、濃いとこがねあったりする複雑な色味のグレーなんで、意外とね合わせやすくて、でパンツもね白じゃなくてきなりなのでそこまでね浮かないんですよ。なのでこういったねまとまりのある明るい色のねコーデを作れています。この合わせ結構好きっすね。今回のシウンの7月8日の発売のコレクションの中でこの合わせは結構好きな合わせトップ2に入るぐらい、トップ3かトップ3、まあ、1位か2位争うぐらい好きですね。結構好きなコーデです。まあ、こういうコーデをなんか塩顔の綾野剛みたいな人が着るとね多分めっちゃかっこいいやろなって思ってます。なんでね塩顔のフォロワーさんぜひねこのコーデやってみてください。
はい、続いてはこちらです。白カーゴとね、コモリの CPO シャツとヒドムのタンクトップをね合わせてみました。このシャツのね、緩い大人っぽいね色気のある雰囲気と、こういうね綿麻のタンクトップを合わせて、上半身はね、大人の脱力感のある色気をねテーマに組んでみて、パンツはですね、爽やかさと男らしさがね両立できているね白い分パンで合わせてみました。でサンダルはねレザーサンダルで引き締め役を担ってもらってます。このコーデはね、前回の女性コラボ、女の子の友達のたまちゃんにもねめっちゃいいしガムっぽいって褒めてもらえたんで、僕もねお気に入りのコーデです。こういうね白に合わせるトップスは、迷うとは思うねんけど、こういうブルー系はね白に間違いなく合うんで、迷ったらね、ブルー系を言ってもいいんじゃないかなと思いますね。例えば白のパンツでもブルー系はね合うんで、よかったらお試しください。はい、続いてはこちらです。リネンインレイイージーパンツっていうねコンフェクトのパンツと、リドムのタンクトップと、シユのね新作のブルガリアンパジャマシャツを合わせました。全身結構ねカジュアルな雰囲気やけど、全身のね色をブラックにすることによってバランスをね取りました。このコーデはねちょっとした休日彼女とどっかショッピングみたいな、軽いデートでね使えるコーデかなと思います。男受けいいんでね、男だけの飲みからのカラオケみたいな日にね着ていってもいいんじゃないでしょうか。僕はねこうゆるいねラフな感じのコーデは好きですね。シャツに関しては作ってる段階でこう襟のね襟芯っていうパーツをね抜いてるんで、全体的にねクタッとした表情にできてるんですよ。なんでねこういうラフな雰囲気をよりねラフにさしてね、大人のね余裕を演出できてるんかなと思います。でブラックはブラックやけど、こういうねストライプっぽいね模様が入っていたりとかするんで、個性はねその分あるんかなと思います。いいねこのコーデ、やっぱね僕はブラックが似合うなってね、こういうブラックコーデをした時にねいつもつくづく思うっすね。かといって、ね、白いパンツも似合うんですよ。イージーパンツをね履いていてかなりリラックスしていて、上もね一応パジャマシャツっていうヴィンテージのねやつを参考にしてるんで、上下寝れるっちゃ寝れる格好やねんな。こんないい服を着て寝るのは嫌やけど、寝れるっちゃ寝れるんでね、いやこのコーデ好きっすね。これを着てどっかに行って、どっかのコーヒーを飲みたいですね。コーヒー飲みたい。はい、続いてはこちらです。ウィムのねパンツとリドムのタンクトップとコモリのねシャツを合わせてみました。これもねブラックのワントーンっていうか、ただねブラックですけども、パンツはねダークグレーっぽいし、タンクトップもねダークグレーっぽいんで、グラデーションのある濃淡のある全身ブラックコーデを組んでみました。これはね男受けも女性受けもいいと思うんで、デートなんかに、デートばっか行ってんな、デートに着ていきたいなと思ってるな。デート以外に服着ていくときある？買い物か、買い物も行きたいな確かに。意外とこのねシャツはヘンプで使われているんで涼しいんでね、これからの時期も全然着ていきます。なんでね、こんなコーデをしてね、青山あたりにねセレション巡りしたいな。この前グラフペーパーに行ってきてんけど、直営店、あそこのね横にね2階の横になんか洋書、海外の本とか写真集とか売ってるとこがあって、そこのお店がめっちゃいい雰囲気だったんで、また行きたいですね。なんか6000円でね写真集販売してて、その中ね写真集めっちゃかっこよかったんよ。それをまた買いに行きます。また買って紹介しますね。その時はちょうどねお金持ってなくて足りんかったんです。いいねこのコーデ。とりあえずね低身長の方はね全身ブラックとか暗い色でねまとめてもらったらかっこよくなるケースが多いんで、ぜひね真似してみてください。はい、続いてこちらですね。全身ネイビーコーデ。これはね、トップスがシユのね、7月8日に発売されるカットソーを合わせて、パンツがね、レッドデニムをね、合わしました。一応ね、上下シユンで合わせてます。このね、上下ネイビーかっこいいよな。このデニムね、もう持ってる方はぜひね、この組み合わせしてほしいわ。上下ネイビーやねんけど、上とね、下で若干色が違うんで、なんか全然違和感ないね、かっこいいコーデに、ね、なってるんですよ。でね、さっきみたいななんか全身ブラックが夏場結構暑苦しくて、しにくいよとか、ブラック着るとなんか老けるんだよねっていう方はね、いると思うんですよ。そういう人にね、こういう全身ネイビーをチャレンジしてみてもいいんじゃないかなと思います。このコーデは結構なんか大人のユナイテッドアローズデイにそうで、なんかなんとなくね、ユナイテッドアローズデイのなんか休日みたいな感じがして、すごい好きですね。これはもう鎌倉デートで決まってますわ。このコーデはこれ行って海見て帰ってきたいな、かっこいいコーデです。これはね今回のコレクションの中で3番目ぐらい好きなコーデですね。お気に入りのコーデです。ぜひ真似してみてください。
はい、続いてはこちらですね。チャコールのコモリのサマーウールティーにシューのねデニムを合わせてみました。まあこれはねさっきとはちょっと違ってワントーンではないけども、まあ、チャコールとねインディゴって相性めちゃくちゃいいし、さっきよりもねこう軽い生地なんで、さっきよりもなんか別方向で色気が増したっていうか、さっきよりもワンランクな大人って感じのコーデで、このコーデも好きですね。やっぱサマーウールティーのこの着心地の良さ、糸の細さ、これえぐいわ。めちゃくちゃいいですね。まあ3万5000円ぐらいするけど、まあそれを思ってもねなかなかいいアイテムではないでしょうか。いやこのコーデ好きっすね。ぜひ在庫ある店舗見っけて買いたい。これ多分次の動画ではもう買ってるかもしれないです。買っちゃいましたみたいなやってるかもしれない。ぜひお楽しみ。はい、続いてはこちらです。シオンのねパンツにシオンのブルガリアシャツを合わせてみました。インナーにベージュのね左のタンクトップを持ってきて、インディゴとねブラックだけだと色味がね濃すぎるんで、インナーにね薄めのキナリを持ってきて、キナリを色味の干渉剤っていうか、ブラックとねネイビーがぶつからんようにね色味のバランスを取るってことで、まあ、薄めのキナリを入れました。このコーデもね爽やかでいいですよね。まあ、ブラックすぎると重たいとかちょっといかつい印象に、ね、なっちゃう顔の系統の方はこういうねキナリとかを入れてバランスをね取ってもらうのもいいし、こういうキナリはね爽やかなんで女子受けもいいと思うんで、ぜひね女の子にモテたい方はねやってみてください。これはかっこいいよ。うん、女子受けいいと思いますね。あえてボタンはね結構開けてコーディを組んでおります。いかがでしょうか。ナッセー。はいはい、続いてはこちらコモリホッケーティーとシューのねパンツを合わせてみました。まあ、ネイビーとねキナリは相性間違いないんで、ネイビーとキナリのね組み合わせを思い出してやってみてください。やっぱブラドールのレザーサンダルで、こっちはねベンチのサンダルの方がこのコーデに関してはいいと思ったんで、ね、履き替えてみました。うん、このね抜けた雰囲気がいいね。襟周りも抜けてるしサンダルも抜けてるし、でもねなんかしっかりパンツは男っぽくて武骨でかっこいい。そしてカラーリングは爽やか。まあ、そういうねいいとこはたくさんあるコーデですね。このなんかチェストとの雰囲気もこのコーデを当てて非常に可愛いですね。これはなんかね彼女と甘いパンケーキとか食べに行きたいコーデですね。うん、ちなみにこのシャツはねこう腕まくってもなんかねこうダボっとした雰囲気がね可愛くて、まくってもねいけるアイテムでございます。このまくった雰囲気よくない。なかなかねかっこいいコーデが組めました。はい、続いてはこちら今回のコレクションで一番ね僕が好きなコーデを持ってきました。白い軍パンにねブルガリアのシャツを合わせて、あえて全部開けてタンクトップでね合わせてるコーデです。靴がね革靴でバランスをとってもらって、上半身は結構ね暗めですが、こういうね上半身暗めに白パンってなるとやっぱね合わせづらいってなるけども、この白パンはねきなりっぽいんで合うんですよね。うん、なかなか相性がいいですね。でもちろんね164センチの僕に合うようにこのシャツ作ってるんで、開けてもねもちろん問題ないです。開けても閉めても着れるようにね設計の段階で考えてるんで、こういったね絶妙なサイズ感に仕上がるんですよね。まあ、このコーデに関しては身長低かろうか高かろうが誰しもね似合うし、トレンド感もね結構入ってて非常にねいいコーデだと思うんで、まあ、夏のね一軍のコーデまだ決まってない方はぜひねこちら買ってみてください。で一軍のコーデ決まってるよって方もですね、この上下とも結構、まあ、一癖あるアイテムですので、まあ、ベーシックなものは揃ってるけどもちょっとね変わったものが欲しいとか、あとはね秋まで履き続けれるパンツとかが欲しいって方には非常にねおすすめできるコーデでございます。ぜひねやってみてください。はい、ご覧いただきましたルックブック、いかがだったでしょうか。結構ね僕が思った以上にねコーデの数を組めて本当にね楽しくコーデを組んでいきました。よかったですね。この夏のコーデの参考にしてください。でね、今僕が着てるシャツとかパンツはですね7月8日の22時からシューのねオンラインストアで発売されますので、よかったらチェックしてみてください。低身長の僕が低身長男性のために洋服を作っております。今回の動画ね参考になったらぜひねチャンネル登録もお願いします。ではご視聴いただきまして、明日またお会いしましょう。以上、アルベッテージさんならバイバイ。明日。